す。どうしたんだ？実は。なるほど。コピー DVD を売りさ、最近になってまた出現し始め、だからお願いっす。自分の代わりに成敗してほしいっす。秋葉原の平和を乱すものを。ま、ナナの頼みならいいよ。ま、マジっすか？だけど成敗って一体どうしたらいいん？もし危ない目に遭いそうになったら、牧島一家の名前を出せば大丈夫。牧島一家？バックには牧島一家がいる。お、とにかく大丈夫なんす。秋葉原の街を回って、できれば違法コピーの出所も。坂川兄さん、ちょうどいいところに来た。え、もしかして？ほら、最新アニメの DVD だよ。すみません、パッケージを見せてもらってもいいですか？パッケージはないんだ。その代わり、どこよりも。ってことは、つまり。どうかな、今だけ特別。これ、違法コピー。ちゃ、ね、やっぱり違法コピーだからどうした？ねえ、うわっ、俺、牧島一家のお使いで来ただけなんです。だから買うとかそういうのじゃなくて。ここは牧島さんの島なのか？え、逃げた。よし、次。アイドル？そうそう、アイドルだよ。それってもしかして？ほら、どうかな。その DVD 一体どこで手に？友達から安く仕入れた。その友達ってどんな人なんでしょうか？探りを入れてんのか？うわっ、お前どこなもんだよ。牧島一家。え、だから牧島一家って。逃げてったけど。さすが朝日様っす。すごいのは俺じゃなくて、牧島一家っていう名前だと思うんだけど。行く。牧島一家って一体何なんだ？なんか出したらいけない名前な気がするけど。そんなことないっす。ほら、日曜日のアニメでもあるじゃん。牧島さんっす。気のいい大家族のおば。
朝日様じゃないっすか。今日もいい天気っすね。こんな日は海にでも行ってバカ野郎って。なんだよそれ。なお嬢って。こんなところにいらしたんですね。朝日様、逃げるっすよ。あ、おい、ナナ。どこか人通りのない。どれかを装備すれば強くなれるんですよ。逃げ切ったっす。さっきの男は誰なんだ。それはっすね。見つけましたよ、お嬢。お嬢、すぐに戻ってください。自分は戻る気ないっすから。ですが。それに自分はお嬢じゃないっす。朝日様、もう一丁逃げる。あ、おい、ナナって。あの男は一体誰なんだ。それは話したくないのか。まさかこんな場所。今度は誰っすか。忘れたとは。俺はあそこで敗北してから。どこのこと。しらばっくれるつもりか。朝日様、さらに。もう。セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。妄想球に入られるのなら準備をお忘れなくです。大丈夫っす。なんだか付き合わせてすまないっす。ほんと意味わかんないって。なあ、地下島ってなんだ。あれっすよ、地下島っす。地下ちゃんトースト。あそこって言ってた気がするけど。地下ちゃん家のことっす。秋葉原で有名な地下ちゃん。ごまかしてんの、バレバレだから。ごまかしてないっすよ、地下島うまいっす。ケチャップ。わかったよ、地下島は。どうして知ってるんすか。ああ、そっか。ナナは前のことを覚えてないのか。誰から聞いたんすか。マキシマイ。お嬢の口から。ルルル。お嬢、いい加減戻って。それ以上は言語道断。ですが、お嬢。もう仕方ないっす、朝日様。少しだけ離れてくださいっす。おい、ナナ。容赦しない。無益の戦いで拳を。うおっ、かっこいい。マジかよ、バトルメイドもろも。目立ちすぎちゃった。だけどこの人大丈夫なの。さすがお嬢です。なんだ、大丈夫か。これに懲りたら。ですが。自分は仕事。いや、俺はいいんだけど。それじゃありがとでしたっす。お嬢、待ってください。一体何だったんだ。もう止められないっす。マキシマ流奥義。朝日様じゃないっすか。こんな日は海にでも行ってバカ野郎って。あれ、このタイミングってこ。ななあ、やっぱりこんなところにいらしたんですね。朝日様、逃げるっすよ。
ごめんなさい、おじさん。ここなら大丈夫だろ。どうしてわかるっすか？俺は何でもわかるんだ。ナナが牧島一家だってことも。なんですか？なあナナ、牧島一家って一体全部知ってるんすか？いや、全部は知らない。そういうことっすか。誰にも言わない。ありがとうっす。自分の本当の苗字は牧島っす。ナナオナナはめ。それじゃあ牧島一家っていうのは、表向きは空手道場。極道？だからそれじゃあナナは。そう、自分は極道の娘。そうだったんだな。自分普通になりたかったっす。それじゃあ家には。それじゃあナナを探し回ってた男は。どうも。どうやら見つかっちゃったみたいだな。アサヒ様、逃げるっすよ。お嬢はそうやって逃げ続ける。それはこうしてお嬢が逃げ続け。あんなの親父じゃないっす。どうか親父に会ってやってください。どういうことっすか？やはりお嬢には連絡が行ってなかったんです。今牧島一家では内部抗争が起きています。なんだよ内部抗争って。だからどうか親父に会ってやってください。お願いします。その内部抗争はどこで起きてるっすか？どこって、それは秋葉原なんすか？はい、そうです。だったら話は別っす。それじゃあ親父の後。それとこれとは別の話っす。秋葉原のどこで揉めてるっすか？場所は駅前広場です。それだけ分かれば十分っす。朝日様、今までありナナ、この秋葉原で朝日様と出会えて、七尾七尾を受け入れてくれて。それじゃあ自分行ってくるっす。待てって、俺のこと勝手に置いてくなよ。連れてってくれ七尾。朝日様、それじゃあ行こうぜ。了解っす。やんのか？いいや、岩間組の方だ。なんだと？やばい、一触即発だ。自分、行ってくるっす。土田組を引っ込んでろ！岩間組こそ、牧島一家の。この勝負、自分が預かるっす。その声は。どうしてこんな場所に？どうして？そんなの、自分は愛と平。お嬢が七尾七。そうっす、自分はメイドの七尾七っす。秋葉原で争うなんて見過ごすことはできない。ですがお嬢。たく、違うんですお嬢。男が言い訳してんじゃねえよ。ここはな、文句のあるやつはかかってこいよ。10秒で沈めてやる。お嬢、申し訳ございませんでした。反省します。これで終わりだな。自分のメイド人生も終わったっす。まあそれだったら気にしなくても大丈夫だぞ。どうしてすか？それは私から説明した方が早い。シャレ子さんじゃないすか？よ、元気か？え、知り合い？シャレ子さんは昔から牧島一家に出入りしてるバイヤーな。あとついでに親父さん直しといたから。マジっすか？大金を積まれたからな。すげえな。どこに行こうっすか？中央通りの。
こが地下と。シャレ子さん、まさかすけど。親父さんからもらった報酬でここを買い取らついてきてくれ。地下島っす。そう、地下島こと。はあ？だから安心しろ、お嬢はここで雇ってや。お嬢がメイドを辞めることになったら。いや、だから俺が言いたかったの。ここでなら人目を気にせず戦って。別に戦いたいわけじゃないっすよ。気持ちも自由に使っていいぞ。ただいえ、お断りします。そう遠慮するな。それなりの報酬が。というわけで二人ともよろしくな。だけどナナは明日になったら。安心しろ、別の店員も用意してある。彼に話しかければいつ。いやだからしないって。メイドに戻りたいっす。こんな場所自分の居場所じゃないっすよ。